さあさあさあ、やっていきましょうか。バイオハザードセックス。なんか怪しい単語に聞こえるけど、そんなことよりもチャンネル登録よろしくお願いします。Good. I was sick of this place anyway. 前回ね、まあちょっとね、まあいろいろと、あれメダルどこ？どこわかんない、メダルどこっていう状態だったんだけど、まずはスナイパーライフル。下手くそ。下手くそ。ああ、じゃあ当たったわ。ちゃんと当たったわ。なんか、うまいこと華麗なる一族じゃなくて、かわされたかもしれない。古いな、華麗なる一族って。まだ、某しんすけさんがテレビ業界にいた頃のドラマだからね。なんかね、当時なんかあれだっけ、行列のできる法律相談所の裏番組とか、まあ法律相談所が裏番組って言い方の方が正しいのかもしれないけど、でやってたからって言って、なんか対抗して、ちびっこそを獲得するんやーつって、ウルトラマンを連れてきてた時期だったけど、なんかめっちゃ膝切りされてるけど。はい。で、前回なんかちょっとすいません、なんかメダルをね、取らなきゃいけなかったんですけど、最後の最後のね、一匹がなかなか伝わらないってこと、あれどこにおるんだっぺやっていうことでね、まあ彷徨い続けて25分間駆け巡ったという、そんな動画でございましたが、はい。今回はね、まあちょっとね、あれでもちょっと待って、これさ、どのくらいのパートになりそうなんだろう。もうだってチャプター3は、何も言ってないですよ。ということで、はい、出口。さよなら三角、また来て、あー、ちょっと待って、そんなの、戦車が戦車くだ、あれなんか閉まった、なんか怖い。あれ誰が閉めたんだ。出ておいで、先生、怒らないからさっていう人ほどめっちゃ怒るんだけど、まあ、たかだかね、あそこが閉まってたところでもう相手も全部取ることができたから、あー、出た、暴走、機関車。で、こいつを、電、オッケー。これが欲しかった。ということでさ、脱出だ。逃げ、あー、やばい。逃げなきゃいけないんだけど、ふい。待って、ジェイク？ I need some help！ すげえな、ジェイク。何、おいてーなんだ、おい !What's going on？ No！ 気づいたのさ、おう、俺の方に戦車が向いているんだ、やばい。あいつなんとかなんねえのかな、ほんとに。もう、いつもさ、砲弾をこっちの方にぶちかましてちゃってさ、ジェイクおいで。まあということで、ね、まあ暑い日々が続いてますからね、もうぜひ皆さんね、まあ冷たいコーヒーとかね、まあ紅茶とかね、まあそれからシュワッとした飲み物とかね、喋りやすくなる黄色いお酒とかね、そこら辺をねぜひね飲んでいただけたらなというふうに思いますよ。はい。あとそろそろの酔っ払ったついでに、酔っ払っちゃったって言っちゃったけど、まあ酔ったついでにですね、まあ、チャンネル登録もうよろしくお願いしますということで、後ろから Are you kidding me？ って走ってくるということで、やばい、逃げろ、あれ？あ、ちょ、待って、痛い、助けて、ヘルプミ、やばいよ、うおー、ぺちゃんこなんかちょっと一移動して、うおー。皆さん、ミンチ肉はこうやって、シンプルにグロいよね、そんなこと言ったら。シンプルにグロいんで、ちょっと待って、嘘。おー、はい、悪夢が繰り返される。リピートアフターに気のせい。逃げろー！ちょっと待って。さっきなんか普通、あ、ちょ、やばい、こ、そんな信じる、そんな、うおー！いいですか？皆さん。一度あるってことは、二度ある。いやーってことは、やべえじゃん。次もあるってことでしょ。うっそん。あんな、こんなシビアな、あれ？ルートだったっけか？ちょっと待って。俺の、助走をつけて、うい、くるっと。まあ、ただね、普通に考えればね、乗り物が人の走るスピードよりも遅いっていうこと自体が問題なんだけど、まあ、こいつに関しては、キャラピラーたくさんついてるけど、走行が重すぎて、まあ、ちょっと大変だっちゅうことですよね。いろいろ狙ってきてるけど、こっち、ぴょん！オッケー。助かった、助かった。ぽい、で、切り替えてと、もうやられちまったもんは仕方ないからね、もう切り替えてね、クリアしていくしかないでございます。ということで、なんかもういろいろいるんだけど、まあ、とりあえず左利きシェリーということで、はい。まあ、なんかコイン入れるときとかも左利きだったもん、でもやっぱり僕は右利きだから右利きでやっていこうと思います。はい。ベン。オッケー、チャキ。まだいる？いっぱいいるね。オッケー。さあ、大丈夫かね。で、こっちの方は特にないから、で、こっちに走って行けー。うわー、そうなんだ。これが、すごいよね。そのまま引き殺したら楽だったね。そうだよ。まあ、普通はこんな階段の裏とか来ないよねっていうところに隠されてるからね。これでようやくチャプター3の全部のね、あれがクリアですね。はい、エンブレイです。うん。まあ、エンブレイもね、全部壊してね、皆さんでね、最後にね、アーカイブとね、それからフィギュアをね、キャッキャウフフしましょうぜっていう、そういう旅になっているんでございますんで。はい。ということで、ぜひね、楽しんでいただけたらな、ということでございます。まあ、やっぱフィギュア化されたさ、もうね、
チェリーちゃんをね、みんなでエロい目で舐め回すっていうのが、ね、もう何よりも大事なことですからね。はい。ということで、まあ、こっから先ね、僕はね、もうなんかもうやることがなくって、まあ、やることがないっていうか、とにかく、ジェイクに行ってもらって、あとは自分がもうなんか生き残るだけのお仕事みたいな状態になってるんで、だだ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 まあ、可愛いことで間違いないけど、趣味があるから好き嫌いはあっても仕方がないと思われるので、金消し。金消しじゃねえ。あれ、金敵って言うんだっけ？まあ、でもおかしいよね。うんうんうん。ちょっと、咳がめっちゃ詰まってる。やばいやばい。失礼。はい。まあ、そんなこともありつつもね。はい。ということで、まだ来る。割と弁償しないぜ。でも、そもそもね、もう誰も彼もが弁償するなんてことは、もういろんな、っていうことで。はいはいはい。ということで、まあ、行っていきましょうか。はい。玉カチャカチャ、玉カチャカチャ。カチャカチャ、玉カチャカチャ。で、なんか、プルプルしてるけど、あ、どうやらジェイクを見失ったようでございますね。はい。まあ、ジェイクがちょっと行きやすいようにね、まあ、少しね、手助けはしといたんだけど、果たして、まあ、ジェイクが、なんか、よし、チャンスだ出たジュン、さあ、こうなっている。ジュン、たバイク撃ってくるって、バイク見えてるんだけど、わかったかわいい。声がもう可愛いんだよね。それ俺だ。違う。分かったって言ってる声が可愛いのに、可愛いって言ってる、違う、可愛いって言ってる声が可愛いはやばい。あ、ちょっと待って、6分で終わってる。これはさすがに短すぎるな。どうしよう。ちょっと、はい。とりあえず、ソロ !OK。でね、べん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 
い、パート3じゃないや、パートチャプター3かな、終わりましたというところなんですけど、ちょっとあまりにも短すぎるから次のパート頭出しだけちょっとやっちゃいましょうかね。はい、ということでこのまま次の画面進んでいってしまって、変える人もないからね。はい、ということでシュイン。普通はね、あそこにあるスキルとかも全部解放して叱るべきなのに、あまりにもなプレイ時間が短すぎてね、全然やれてないっていうね。はい、さあ行こうか。ということでブーンとマカナをちょっとムービーシーンはね、あ、美女に押し付けられるおっぱいとか興奮するものない。Yes. 言いながらちょっとね、プロテイン。We're all right. Understood.駆けつけ、今日はザバスのストローで刺す式のね、うん、まあ、刺したいものも終わった冒頭ね、刺す場所はね、ここなんだけど、まあそれはいいとして、ブーンと抜けるから、さあやりやりけろいっぱいの子供を発射してくるよ、なんちゃなんちゃ、なんちゃなんちゃ、やばいやばい逃げろ、あ、素敵、ジェイクかっこいい、バイクはちょっとね、あんま乗りたいっていう気はしないけど、何危ないんだっていう人だった。これさ、普通にさ、こいつだって今ここで倒せないけど、銃で撃つ意味ってあるのかな、追って振り切る。まあここはもうとにかくね、PC の、NPC のもうジェイクさんはね、とりあえず右手の二の腕をタプタプさせないように、ちょっと引き締めるシップアップだけしとこう。もうね、ここに関してはもう何の苦労もなくね、勝手に、あずるっずるっ、いいなぁ、おかわれハゲ、このハゲ、Oh my god! Jake! This city's going to hell in a handbasket! 僕もかつてはね、坊主にもう人生何回だろうね、多分2桁回数は普通に坊主にしてると思うんですけど、まあ、そのためにね、ハゲって言われて続けてきてね、坊主は違うんだ、髪の毛あるないの？ジェッカーあります。Really、ということで、ジェッカーしてバイバイって我慢しろ、後でもんでやっからよって。わしづかみにして後ろから。やばい、たくさんのお手紙。Hold on as tight as you can, okay? やばい、助けて、ヘルプミー。しかも、ね、この時だけなぜか弾が無限になるハンドガンっていうね、あれそんなスキル持ってたっけなっていう、まあ、疑問が生まれるんだけど、まあそんなことはよしあしとして。急なハグ。
はい、追加はい、来るね。こんなのにやられる気がしないよっていうか、あの やらないでも勝手にあの何止まってる車にぶつかってくれてるからすごい楽なんで、すいません、あざすあざすあざす、はい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 、でーでーブイーンビ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 ン、ここに関してはね、あのもうなんていうんだろう、もう何の意味もないからね、ピョーンってことでさ、ここでしかもつく上、お腹がパンパンになっちゃったわ、あーお尻に、いい鉄あるあるある、ちょっと待って、いや、知らない、あのね、もっと遥かに高い雪山に落ちてるんですよ。もっと遥かに高いところから雪山に落ちてて、いくら雪がクッションになってても、あの高さから落ちて死ぬからね。なんでこっちで死ぬんかーい。いや。ちょっと待って、R ボタンか。てっきりあの、スペースボタンだと思ってめっちゃ連打したけど、無駄だったわ。Yes, you can. そう。なんかこういう QT みたいなやつでさ、なんか死ぬのってすごいなんか、あれだよね。まあ、バイオシックス、そこら辺が、あの不満が大きくてね、あの評価が低いみたいなことあったけどね、ほら、あの前回さ、なんか 戦車に轢かれて死ぬみたいなね、純粋に戦いの中で死ぬんだったらいいけどさ、まあ、ちょっとなんか QT 的なやつじゃないですか。あれ、これはちょっと待って。ああ、ただ、あの2人のラブラブイチャイチャシーンを見つけられるだけの簡単なお仕事でございます。で、さあ、こっからが大変なんですよ。キュイーン、これでジェイクがあれだったかな、なんかその QT やってんのかな、左上よく見たらね、ちゃんとあるんですよね。で、撃つ前にこっちをパーン、オッケー、で、もう一度パーン、オッケー、よっしゃ、なずき様巻き込まれない、フィリって意外と落ちないよね。なんかほら、あのどっかのさ、ハイブのさ、この今バイクを運転してる親父さんがさ、クリースとか言いながらさ、なんかね、あの太くて長くて巻きつける肉棒をさ、くる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 ってしてる中でさ、うん、シンプルにヘリが落ちないし、ね、ちゃんとね、強く持ってね、くる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 引き続けることができる。あれすごいよね、待ち構えてやがったな。そう、こういうアクション性を持たせてしまったっていうのが多分バイオシックス一番あの危なかったじゃない、あのダメだった点なのかもしれないよね。まだあのせめて5くらいまでのアクション性がまあギリギリ限度っていうところだったのね。あのチャプター2の3だっけ、ガトリングで、ま、あのバイク運転するマジ、まあ、そもそも敵がバイク運転するってのはどうなのっていうまあいろいろあったんですけどね、まあ、そう考えるとバイオ4って本当によくできた仕組みだよね。まあマシンゴーガンとかさてこいつらもバイク運転するんだよね。だからまあウイルスがどんどん進化していく中で敵も進化していったってことなんだよね。まああの最初の方は寄生虫だったけどさ、あいいな、これがあの逆バックっていうか、後ろから攻められてるところですね。おお、なんかもう それまで言っちゃったらドストレートに言ってるよね。急に現れた。そしてこれね、あのよく見たらね、トラック無人なんですよ。誰が運転してるので、運転手いないんですよ。運転手不在で誰かがなんかもうね、多分あれなんだ、どっかにラジコン操作してるんだろうな。どっかでラジコン操作してで、まあ、でもここに乗ってるの設定2社ですね。でも多分撃ったタイミングで人が死んだっていう設定になってるのか、当たってんのかい。まあ今思いっきり体力減ったぞ、これ。ほら、ああ体力が減ってね。ああちょっとん、わかんない、ちょっと。ということで飛びます。ぴょーん。浮いてるどーん。落ちたぴょん。で、どうなるの？ああ、そっか。これであれか。普通に戦うんだったっけな。はい。じゃあ、ちょっと区切りがいい、ムービーシーン入って区切りがいいところまで来ましたので、一旦この辺りでね、終了とさせていただきたいと思います。まあ、チャプター4がね、始まったところなんですけど、続き気になるところではありますが、まあ、あのね、ちょっと本来はね、ここね、区切るところじゃなくて、急にいきなり戦いが始まるところであるんですけど、まあ、チャプター3から続けているというところもありますんで、一旦区切ってね、あの、ここのムービー再開するところから、やっていくというふうに思います。ムービー再開じゃない、ムービーが始まるところから再開していこうというふうに思います。ということで、本日の動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また、次回パートでお会いできたら嬉しいです。ということでね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。ちょっと、ムービーが終わらなかった。ご挨拶先に終わらしちゃったよ。はーい。ではまたね、明日。
明日お会いしましょう。チャオ。Chris's team will protect us.